いします。本当はいっぱい食べるんですけど、今はお腹6分目にして食べてます。好きな科目は倫理です。倫理は5でした。一番嫌いな科目、一番嫌いな科目は何だろうな、そんなにない。好きなスポーツ、好きなスポーツは見ないけど、私ゴスロリの服が大好きで、天使と悪魔の服装は全部ゴスロリなんですけど、それが嬉しかったです。普段着はゴスロリじゃないですけど、たまに原宿に行ったりするときには地元からゴスロリで移動します。あだ名はないです。カナナとかカナちゃんとか。やってる遊び、授業中に漫画を読む。私は読まないですよ。どんな漫画だろう。あ、でもたまに同人誌とか読んでる人がいます。やばい。女。特権がいろいろあるから。女性専用車両。他には。だろうな、メガネっ子、好きな飲み物は、おしるこ。できればメガネをかけていて金髪で背が高くてクールな人がいいです。年齢は私より年上で、精神的に若い、20代ぐらいの人が、20代ぐらいまでの人がいいです。ライトが割れた。あとは撮影してる時にお母さんたちが酒を飲んでた。あーすいません。でもまあお酒はいいと思いますよ。中体を晒すまで飲みたくはないですけど、でもほらなんか付き合い程度には飲みたいです。あれはなんかこうね、出るものがこう。まあそれは秘密にしといてください。